はい、久保さん、こんにちは。気になる男第48話ですね。第48話。前回第47話が動画4つ。動画4ついただいてて、いっぱい来たなと。いっぱい来たなと思って。まず、一つ目の動画を見てて、少し気になるキーワードがあったので、まあ、そこから、ちょっと、スライド作ってみようかなと思って、まずこの一つ目の動画が、スライド動画が生まれました。まあ何が一番その一つ目の動画で自分が刺さったかっていうと、まあここですね。まあ人生って偶然に生まれて必然性を高めていく旅なんじゃないか、みたいな、いうところの、まあ一言、まあ動画の中で一フレーズだけすごく、まあ気になったというか、まあそういうところが気になったので、まあこの一つのフレーズを取り上げようかなと思ったんですけど、タイトルも偶然を素直に認める覚悟っていうね、いう形でちょっと今回行こうかなと思うんですけど、まあ自分が、まあ2年前ですね、YouTube を始めたのは2年半前なんですけど、まあ唐突にまあいきなりこんな話し出すんですけどね。まあ2年半前どういうふうにこの YouTube を始めたのかっていうと、まあ、スマホのボイスレコーダーっていうのが標準の機能であったんで、まあそれに声を吹き込んで、まあそれで、まあ音声ファイルがスマホの中に入るんで、まあそれをパソコンに取り込んで、だからスマホとパソコンをこう接続させて、なんかケーブルかつない、ケーブルにつないで、で、それを音声ファイルから動画ファイルに変換して、音声ファイル、ボイスレコーダーのそのままのファイルだと、動画ファイル、YouTube に載せれなかったんで、それを変換かけて、それでなんか YouTube にアップロードみたいなことをしてたんですね。これが2020年5月当時なんですけど、まあ今考えたら、なんでこんなことしてたのかなと思ったりもするんですけど、まあそれが自分の中で、もうこれ、こうしかないんだろうな、とか思ってた頃だったんで、まあ動画を撮るって発想はそもそもなかったので、おっていうね、っていうところがなかったんで、まあいわゆる音声動画ですね、音声動画。今考えたら普通に動画一発撮って、まあその例えば歩きながら動画撮ってそれを喋れば、まあ普通にそれを YouTube にアップすればそれで終わりじゃんっていう話なんですけど、まあそういう発想がなかったもんで、まあ普通にこの、まあ動画を撮る発想がなかったんでね、まあ、単純にこう音声動画っていう形で YouTube に動画をアップし始めたんですけど、まあ、それもそんなに多分長くはやってなかったと思うんですね、きっと。で、これなんでこの、さらにそこから YouTube にもっとやるようになったかって言って、やっぱりこの、まあ、会社を自分がクビになったっていうところ、まあ、この、まあ、事件というほどではないんですけど、まあ、大きな転換期があって、やっぱりこれが全てだったかなと思ってて、これになったことで、もうこれは YouTube やるしかないなと、まあいうところになりましてね、本当に、かなり自分の中でやったなっていうところがあって、まあ一時期ですけど、一時期すごいやったなっていうのがあって、まあそれで、まあ、なんだかんだで、まあ、YouTube を人に教えたり、まあ、するようになったっていうところが、今に至るんですけど、まあ、すごい、パッと話すと。で、やっぱこれ今思うと、まあ、偶然、確かに偶然はだったと思うんですね。YouTube を撮ったりするところ。でも、こうやってやっぱいろいろ振り返ってみると、まあ、それが必然になった、まあ、瞬間だったのかなと、あの事件が、クビになったっていう事件が。で、それが、まあ、今振り返ると、まあ自分が決断できなかったことが、まあ大きな、決断というか、まあ、大きな形で、まあともかく環境が大きく変わったと。大きく変わったと。で、塾をやっぱり開いてからがすごく、さらに変わったなと。一人でこう YouTube でガチで、わーってやってた頃っていうのは、まあ本当にやり込むだけだったので、まあそんなにそんなに、変わることはなかったんですけど、やっぱこの YouTube の塾を開くようになって、やっぱりこの塾生さんに、
教えてもらうことがたくさんあったと、まあ、直接こう手ほどきを受けるというわけじゃなくて、まあ、見てる側というか、見ていてやっぱりその、まあ、塾生さんを見てて、この取り組む姿勢とかですよね。あ、しっかり真面目にやってるなっていうか、真面目にやるって大切なんだなっていうところ、本当にコツコツやるって大切なんだなとか、まあ、この継続する大切さとか、そういうのはやっぱりすごく感じたというか、ああ、しっかり隙間時間を使って、人間ってやればやるもんなんだなっていうか、やれるもんなんだなっていうのがすごく感じたりして、やっぱそういうの本当に、まあ、すごく感じたなっていうのを、まあ、日々感じていて、まあ、あとその塾生さんが、まあ、開いたコミュニティですね。まあ、自分が教えた方の塾生さんがね、塾生さんがさらに自分でじゃあ塾を開くという形で、まあ大学っていう形でまあコミュニティをまあ開いたんですけどね。まあその理念としてはその、まあ顔出しもせずに、まあリスクも少ないと。まあそういう覆面 YouTuber っていう形で顔出しもせずにリスクも少ない覆面 YouTuber。まあこの YouTube のスキルを身につけることによって、まあ、大きく人生の選択肢が広がったり、まあ、未来の可能性が広がるんだよと、まあ、いうことで、そのね、YouTube の価値、動画を作る価値っていう、まあ、今これからは動画の時代だろうというんで、その価値に気づいてくれる人を一人でも増やしたいと。で、その裾野を広げていくために、まあ、活動しているんだ、みたいなこう理念を掲げてやってたんですけど、まあ、そういう形で、まあ、塾生さんと自分もこうリレー動画っていうのをこうやってたんですけど、本当に、ああ、なんかこういうのってすごくいいなとは感じたんですよね、本当に。なんかそういう考え方もあるのかというかね。なんか自分はそういう、なんかそこまであんまり考えが及んでなかったんですけど、ああ、そうやってこういうふうにこう、一つ一つ考えを落とし込んでいくと、なんか、あ、すごく深い、いい意味のあることを自分はやっていたんだなっていうのをすごく感じて、なんかね、こういうのはやっぱり塾生さんからやっぱ聞くと、やっぱり運命を感じざるを得ないというか、あ、自分がそういうことをやっていたんだなと、まあ、気づかされたというところがやっぱりあって、まあ、で、ちょっとこの話からもう一つ発展していくと、まあ、松下幸之助さんが、まあ、言葉、まあ、珠玉の言葉っていうところがあって、まあ、人間の90%は運命だみたいなことを書いてたんですね。まあ、さらにこれもちょっと深く突っ込んでいくと、まあ、これもふっと今思ったんやけどなと、今日までの自分を考えてみると、やはり90%が運命やなみたいな、まあ、いうことをまあ言ってるんですよね、本当。まあ、人生の全てが、まあ、己の意のままではないっつってね。この色あんまり良くないですね。この色 これにしようかな。あ、これ分かりやすい。日本人として生まれたのも、この時代に生まれたのも、わしの意思ではない。たまたま偶然に生まれてきた、生まれた家も、環境も言えば、運命や私が決めたものではないわな。でもこれ、久保さんも似たようなこと確か言ってたなと思うんですね。そこって、自分の意思じゃないよねみたいなね。意思じゃないよねと。これ色つかないのか。これ色つかない。これか。色つくのか。で、さらにこの、じゃあね、この運命だったら、まあ、努力しないでいいの。あ、ちゃんと色がついた。努力せんでいいのかっていうところなんですけど、やっぱりこの、やっぱり、まあ、これ間違いって言ってくれてて、肝心なところはやっぱ結局人間に任されてるんだと。もうね、運命は100%だ、90%ですと。その90%なんだけど、まあそこの残りの10%がすごく大事だよって言ってて。まあ自分に与えられた人生を自分なりに完成させるか、まあさせないかっていう、まあそこ大事な10%なんだ、そこは大事な10%なんだっていうこと。まあほとんどはね、ほとんどは運命によってまあ定められてるんだけど、肝心なところはひょっとしたらこう人間に任せられてるんじゃないのっていうところをね、お話し
書いてたんですけど、ああ、なるほどなと。まあ、大きいところはしょうがないとは思うんですけど、まあ、最終的なところですね。最終的なところっていうのはやっぱり、ああ、人間に任されられてるんだな。だそこに対してこう、しっかりとやっていくっていうアプローチするというか、汗を流していくみたいな。まあ、パソコンしてたらあんまり汗を流さないんですけど、まあ、ともかくそういうことをやっていくっていうのが、ああ、大事なんだなっていうのを、なんかすごく、な感じたなと思って。まあだからこそ、ここですよね。まあ自分の不出来だったところを取り出して、みたいな。自分責任転嫁をやっぱしちゃいけないなっていうのはやっぱりこう、感じるなと思って、すごく。これは久保さんの講義の、ちょっと何話目かは忘れたんですけど、まあそういうとこ行ってて、まあこう、親から、っていうとこの話の下りだったんですけどね。やっぱりここですね。どうしてもここ、まあいつも自分も出すんですけど、この先延ばしですよね。どうしてもこの先延ばし、まあ、しちゃうのはしょうがないし、まあそれがやっぱり結局今の自分を作ってるんですよね、正直。今の自分っていうのはもうこれでしかないので、結局、本当に。だから、ね、なんかね、そう思うとやっぱり、しっかりやっぱやっていかなきゃいけんなとは思うんですよね。どうしてもこのコスパ良くとかね、効率重視っていう気持ちになってしまうんですけど、やっぱりいいかなって思ったりもするし、あとここですよね。まあ、時間が。まあ、明日までも経っても時間を解決してくれないっていうね、くれない、ないね、くれないっていうところはやっぱすごく重要ですよね。本当に。なんかそこはすごく考えていて、やっぱり、そういうところは気にした方がいいかなっていうところはすごく感じますよね。じゃあこのその手持ちのカードっていうところをね、どうしていくかとか、そういうことも考えたりするし、手持ちのカードですよね。なのでやっぱり、まあ偶然、まあこれはもう必然と、まあ認めていくしかないのかなと思ったりして、まあそういう考え方が逆に必要なんじゃないかなって思い出したんですよね。偶然、たまたま偶然でうまくいったみたいな。で、うまくいったんですけど、まあ、これがもう、これしか方法がなかったっていうか、もうこれが最善手だったみたいな、いうところを考えていくと、やっぱりここの話につながるんですけど、お前の人生に起こることは全部お前の資産だと、他人に渡すなっていうところ、これをいつも自分はここら辺ですね、後ろ向きにまあいろいろ考えてたまあところがあって、すごくまあ悲しみだったり、まあ、失望、絶望、ダメージ、敗北っていうか、マイナスのところ、まあ、自分の失敗ですよね。失敗のは、なるべくこう、隠したいし、隠すべきっていうところがあったんですけど、もう、それはもう起こるべきだったみたいな。なんでまあ、その境遇に、もう、対して応じて、まあ、生きる格好をしていかなきゃいけないのかなと、覚悟ですよね。覚悟を持って生きるみたいな。で、まあ、速可持久思考というところで、ここね、マイナス資産を使い倒して、プラスを生み出しようみたいなね、このマイナス資産の考え方ですね、マイナス資産の考え方。この考え方ってむちゃくちゃ、というか、この気になる男シリーズで大事にするようにすごくなったんですけど、だからこそこの運命的な力っていうのを素直に認めていって、まあその力に素直に従うという、まあところになっていく、行かざるを得ないんじゃないかなっていうね、本当に。で、前も生きるって、この生きる三原則をお話ししていただいたんですけど、まあいつもここですよね。自分はもうここマイナスを活用してっていうところがどうしても、まあ意識しているところで、だからもうこの与えられた今の環境で日々に最善を尽くすっていうことをやるしかないかな
と思ってて、最善を尽くす、頑張ることも大事だけど、頑張りすぎず、ね、追い込みすぎず、あんまり追い込みすぎるとやっぱり続かなくなるので、だから本当にこのなすべきことを、なすことで、道を切り開いていくという、松下幸之助さんが、道を開くっていうのはよく言ってると思うんですけど、このなすべきことをなすっていうところをしっかりやっていけば、何かしら道が切り開けるんじゃないかなっていうところをすごく今回の動画では感じましたね。なので、偶然を素直に認めると、始まりは偶然だったかもしれないけど、それを認めて、もう必然だったんだと考えて、それをそこで生きにくく格好をするみたいな、というところをしっかりやっていくっていうのは、今回、自分が感じたところでしたね。はい。ということで、人生って偶然に生まれて、必然性を高めていく旅じゃないんじゃないかっていうね、このキーワードからね、いろんなことを感じたなっていうのが、この第48話でしたね。はい。ということで、第48話。ということで、偶然を素直に認める覚悟ですね。ここまでは覆面 YouTuber たかがお送りしました。で、第48話、もう一つ作るかどうかはちょっと時間的な関係でちょっとわかんないんですけど、一旦第48話もここで終わろうかなと思います。よろしかったらもう一個作るかもしれない。ちょっとわかんないですけどね。はい、ということで、久保さん、第49話、またお願いいたします。はい、ありがとうございました。